お疲れちゃんです、ラットです。今日はですね、こちらのゴブズリウォールブレイカーやっていきたいと思います。さあ、ということでこちらのデッキなんですが、前シーズンですね、僕が最多更新をしたデッキでございます。ということで前期はね、まあいいとこまで行ってはいたものの、もう終了はもうね、なんだこれ、283ですね。で、そう、最多8592ということで、僕の最多8号ね、23ぐらいだったんですよ。だからまあ約60ぐらい、60、70ぐらいか、そう、更新できたんですけど、まあそれっぽっちって感じですね。そう、せっかくならね、ほんともっと上行きたかったんですけど、もうここから僕ね、8060か、だから530沼ぐらいして、まあ最後どうにか戻、ある程度は戻したんですけど、まあそういう感じの結果でしたね。で、一応その8592に行ったのが、まあ、このゴブドリオールブレイカーということで、今日こちらやっていきたいと思います。まあ、でも前期はね、ほんとラバとか、このドリルとか、まあ、メガラムとか、ま、いろいろ使ってて、まあ、たまたまこのデッキ使ってる時に最多更新したよね、という感じかな。で、まあ、このデッキは、ともりフォーエバーっていう、まあ、ゴブドリ使いがいるんですよ、海外。そう、まあ、そのプレイヤーがね、愛用してるデッキというか、毎回なんかいろんなゴブドリの型を作っては使ってるって感じで、僕はゴブドリというか、まあ、こういうゴーストユーノのデッキとか大好きなんですよ。そう、だから今日はね、ラットフォーエバーとしてやっていきたいと思います。トムリフォーエバーのね、血をね、僕が受け継ぎたいと思います。さあ、まあそんなわけで、今回の相手は、ジャイプリかな？ジャイプリプリ。で、まあこのデッキはね、使い方としては、まあなんかもうほんとゴーストユーノチンパンですね。もうゴーストユーノをぶち刺すデッキ。え、相手もなんか硬くね。ジェイプリプリじゃねえんだけど、ジェイミニペ、あ、いやなめスパーキー、いやー、まあちょっとわかんないんですけど、まあ、とりあえず墓石がね、陸受け苦しいように見えて墓石がなんとかしてるので、まあ、全墓石頼りという感じかな。で、あとウォールブレーカーとか、まあハイスピア端前から出して、まあ、ゴーストユーノあたりは後ろからユニットこう流す感じで様子見カードで出して、まあ相手がダックプリサイタラとか、いやめっちゃいいザップ、それダックプリサイタラ、まあ、ドリルであったりだとか、まあ相手今きつそうだとか、まあ、ゴーストユーノがねユニット溜まったりカウンターでゴブドリ飛ばすみたいな感じで、よいしょ。いや、なんかちょっと嫌なデッキ来たな。これ、高めメガゴで処されそうだな。いやー、そうっすよね。ヤザップなのがね、ちょっとカリカリしますね。これ、セパでもよかったかな。よいしょ。さあ。なんかマジで、本当に、ウォールブレイカーとファイスピア端前から出して、あと、ゴースウェイの後ろから出して、ユニット溜まったらカウンターみたいなのがね、安牌ですね。まあ、ここはちょっと僕、行きますけどね。さあ、ちょっと、ウォールブレイカーまで本当は投げたいんですけどね。まあ、あと、墓石あれば、ある程度あれ守れますから、ぶっちゃけ。まあ、ヤノアムザップなのが今回ちょっとね、嫌っすけどね。嫌な部分であるものの、さあ、墓石優秀ですね。で、ファイスピ飛ばして、ゴーストユーノとか後ろから適当に出してね。で、スパゲットが出してきたら、左側逆サイぶっぱしたいよねっていう感じなんですけど、まあ、ダックビー今回持ってると話も違うかもしれないね。さあ、で、墓石置いてあげてね。なんかね、全部が言ったらコストが低いので、なんかこうとりあえずユニット出したい人とか、まあなんか高回転で何とかしたいよって方にはすごいね、使いやすいデッキかもしれないね。よいしょ。僕だと高回転をぴょんぴょん出してるだけですからね、ぶっちゃけ。よいしょ。でさ、このジャイ受けは相手やってるんじゃないか、いろいろと。もうよくわかんないでしょ、何がどうなってんのか。まあでもそれでなんとかなるんですよ、これ。さあ、墓石がね、強いです。で、困ったら、最後、ゴブドリでね、防衛したりだとか、なんかこう、施設2個をね、うまいことを活かして、やっていけるといいかなっていう。で、陸受けも最後困ったら、ウォールブレーカーで釣ってあげてねっていう。なんか忙しいですけどね。さあ、スパゲ1回打たして、これはさすがにもう1個使った方がいいかもしれないね。ヤナメ使ったんで、ここの吹き矢は強いよねっていう。
そう、なんかこう見ると絶対突破されんやんっていう気がしませんか。まあ突破されるんですけどね、普通にそう、全然突破はされるんですけど、あ、吹きはもうちょっと頑張ってほしかったな。これ柳で散らねえかな。散らないんかい。さあ、いやーちょっと嫌ですからね、嫌だけに。う、おしゃれおしゃれおしゃれなんか来たっすね。で、あと30秒で僕やばいので攻めなきゃいけないんですけど、なぜ守ってる。もうぶっぱっすね。ぶっぱで攻めて、もう一周ゴブドリやんなきゃ僕負けちゃうんでね。もう一周ゴブドリして、よいしょ、タイブレイクで祈って勝ちと。あぶねえ柳雨ザップとか厄介でしたけどね。まあなんかもっと相手がね、ダックプリ受けが、ダックプリゴブドリ受けが苦しいあの状況とか、それこそダックプリ咲いた瞬間とかにもっと積極的にね、ゴブドリで攻めてもよかったかもっすね。まあこのデッキは僕楽しいからめっちゃ使ってますね。はい、普通に楽しいから、そう、まあね、結構おすすめではある。やっぱね、楽しいデッキ使うの大事ですからね。なんかよいしょ。さあ、言うので受けていきます。ファイスピ。で、ロイホグはこの逆サイの高めで受けると、クエイクとタワー巻き込まれないんで、あの、墓石とタワー、クエイクでね。そう、だから、これはちょっと強いですね。で、こういう、ちょっとね、残ってるとね、両サイド行ったりしてあげてね、ちょっと相手からしたら嫌ですからね。さあ、で、まあ、縦線とかスケとか、まあ、矢の雨打てそうだったらね、攻め矢の雨をサクッて打ってあげると、結構それも良かったりしますね。さあ、ロイホグは、まあ、勝ったり負けたりですけど、相性自体は多分そんな悪くないかなっていうデッキですね。うん。勝ちたいマッチングって言ってました。麦とかライキさんが。そう。さあ、墓石がね、高め墓石がね、ちょっと強いらしいです。いや、いた!いた、まあでも、フッキアがね。さあ、ウッド咲いたんで、これ、ジミウザフッキアですよ。てか、ユーノがぶっ刺さってんの。さあ、で、圧着受けは、ゴーストで早めに殴って、まあ、消えたところを、まあ、そんなの知らんがなで、まあ、後からなんか、対応するなりみたいな。早めにゴーストでぶん殴らせるのが大事っすね。言い方悪っさあ、ファイスピウザいですからね。このファイスピで今200入ってますからね。やばいっすよ。でさあ、墓石でつって、いや、このね、豚が入るのはもうしょうがないです。逆にこのカウンターでね、まあデリバリーが降ってくるんで、どうしようかな。打ってこんかった。やべ。ああ、いいスケ、浮き矢。いや、でも浮き矢が、浮き矢が強え。マジで強え。で、ゴースト取ってかないと、意外と豚のダメージ痛いんだよね。よいしょ。さあ、後ろからまあゴーストというの流すなり。で、相手はね、あれがきついんですよね。名前忘れたもん。ゴブドリだ。そう、俺の攻めゴブドリが意外とね、受けるのきついから。よいしょ。こっちに行っちゃう。あー、デリか。まあ、矢の雨俺持ってるの忘れてたなと。あ、そう、これゴブドリ入るからね。で、墓石置いて、まあ、ファイスピで削って、これで時間稼ぎしてくれるんでね。さあ、あと50はもう矢の雨とかでも落ちるんでね。さあ、逆サイもしっかり狙っていきましょうか。U の追加という感じで、このね、意外とこのロイグデッキって、陸受けがね、あるように見えてないんですよ。そう、スケ、ファイスピ、デリとかだから、意外とこのゴースト U のドリル全部受けるのが苦しいんでね。そう、結構相性いいらしいのはらしいです。はい。さあ、ジョージナイト。おー、よろしく。とりあえずもう嫌がらせね。いや、これできなんかね、もう休んだら終わりぐらいだと思ってくださいね。本当にだって一生3コス以下ぐらいでずっと回せるんでね。まあ、ゴブドリだけ4コスですけど。すごいっすよね。さあ、墓石置いて、ゴーストユーノ流して、相手のデッキはわかんないですけど。キョスケギャングか。まあなんかバルーンとか、スケラとか、ホグとか。まあなんでもありそうですけど。さあ。まあとりあえずわかんないんでね。流してステイ。
で、まあ、また一旦墓石も欲しくなるな。一旦釣ってあげて、ちょっと巨石やばいな。あ、巨石入ったな、これ。さあ、バルーンを寄せて寄せての、これ金起動できねえかな。うわー、できねえのか。あ、だから巨石の爆入ってねえ、でけえ。いや、今、まあ、もうちょいね、バルーンが頑張ってくれると、うん、金起動できそうでしたけどね。さあ、そんなわけで、今回の一手は、巨石バルーンと、で、ギャング付きね、ゴーストと、まあ、陸気もちょっと多いよ、という感じですね。うん。まあ、俺もあの、暇なので、一旦後ろから行くしかないですね。なんか意外と巨石が嫌ですね。まあ、柳雨さすがになさそうだけどな。サクッとか言って。敗北がありました。さあ、これは、切ってあげて。うん。はい。さあ、ゴーストがね、ゴブドリ受けの、天才くんですから、まあ、ゴーストだけちょっと嫌だなーって考えながら、まあ、でもこのミリのゴーストにこうやって合わせてあげるのも大事なのと、こうファイスプ削りも大事ですね。で、これ今相手回ってないんで、ゴーストとかやりすぎぐらいでいきます。さあ、そうするとまあ入りますよねっていうある程度で、まあここは一旦ゴーストギャングがね回っちゃうんで、あ、いてー、その吹き矢、その吹きやべえな。端前出しとく。さあ、宝石で釣り。まあ、ここ吹き矢でもいいか。いや、めっちゃいいウッド。で、これはもうしょうがなくて。でも一発弱くなったんでね、バルーン。これ救いですね。いや、テスラもね、あの、やばいね、これ。全然飛んでんな、俺の攻め、マジで。相手対空さ、ゼロ説ない。ガチで。あ、まあ、テスラと吹き矢か。うん、でウッドだったね。バルーンなのにウッドってどういうことなの。あ、これ結構イケイケでいこう。チャンスな気がしたんでね。さあ、イケイケどっこいしょ。吹き矢痛い。いや、マジで吹き矢痛い。吹き矢痛い。吹き矢がやばい。もうバルーンじゃねえ。吹き矢がやばい。吹き矢が暴れてんな、マジ。さあ、これ行きたいっすね、どんどん。やべ、行かれた。やばい、俺のウォルベーカー、ウォルベーカーそんな死に方することある。さあ、これはちょっとやばいので一回耐えてあげて、よしよしよし。さあ、耐えるよ。怖すぎー。いや、これ入る。いや、惜しいな。あ、これ PPP ランド来た。 PPP ランドして、熱い熱い。いや、ゴースト間に合わないよね。熱い熱いで、ゴースト咲いたからゴブドリ出して、これヤナム打ったらフィーバーじゃない。これ来たっしょ。よいしょ、もう一発は OK。 危ねえ。さあ、怖いですけど、まあ、吹き矢がウッドで行かれるのがちょっと嫌でしたけどね。さあ、なんとかセーフ。なんか巨助もね、前シーズン巨助ホグとか巨助バルーンとか巨助スケラーとか、まあ、なんかいろいろ意外といて、そう、なんか爆破がねそんな強いわけではないんですけど、なんか思ったより使われてましたね。なんかもう最近の環境はやっぱ何のデッキでもいるんだよね。さあ、メガゴちゃんです。ラバかな？そのラバルだったらちょっとおもろい試合になりそうですけどね。いかに、その陸ぶっぱできるかですよ。あ、全然違った。スケキンおじさん来ちゃった。さあ、スケキンってことは、どうせスケルトンラッシュとかじゃないのっていう、わかんないけど。うわぁ、クローンみたいな顔してんな。あ、やらめ使った。吹き上げして、延命したいけどな。拾えるのあっち。さあ、ヤホバに当たってほしかったけど、これ逆サイ流しながら、これしかもやらめ相手回ってないんで、生き毒っすね。墓石壊してくれ。いやー、熱い。めっちゃ熱い。いや、すべてが熱い。さあ、もうやりすぎやろっていうぐらい、やってあげるのが大事ですね。うん。さあ、で、一旦捨て。やりすぎやろっていうぐらいやった後は、一旦捨てですね。で、もう一回守って、やりすぎやろっていうぐらいやります。を繰り返す感じかな。
まあこれ墓石置き損な気がするな。どうだろうな。まあでも待ってるから置き得っちゃ置き得なんですけど。でここでこれですね。マジでやりすぎやろっていうぐらいやります。なぜなら相手がラバーを出したんでね。ラバー出したってことはあんたそんなコストないでやろって。さあこれでもう言ったら 2-1 を見てるわけですよ僕は。この後のこのラバ掘りを守るのはやっぱむずいんですよ。そうてかまあ無理なんですよね。しかもホバリングいてあれだ、俺もマルチでこれ使ってたやつだ。そうそう、このラッドフォーエバーとこのラバ掘りとまあなんかいろいろ使ってたって感じですね。いや一応キングおられるのはちょっとそれだけ気ぃつけて。まあ柳もあるからな。でもさあでサクちゃんしてあげて、でまあディガーね当ててあげて、いやこれででももう 2-1 になってるんで別に僕で。ラバのパピーにしっかり当ててあげて、おいあの吹き矢やばい、吹き矢じゃないあれやばいね、ホバが残ったらやばいね。さあですがさあ余裕で勝っちゃう、余裕で勝てるのがまあこのね柳が強いですよね。さあブッパタイムですね。あんた今柳使ったよねっていう覚悟はいい。さあ陸もねあなた受け少ないよねって言って、さあ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 そんなわけで、ね、お願いおっちゃえおっちゃえおっちゃえ、オッケー。さあまあラバ掘りとかならね、そう意外とねホバだからだるいですけども、まあこっちが攻めてやればみたいなところあるんでね、まあ高回転のね強みですよねこれが。さあそんなわけでね、よいしょ、マジで楽しいこのデッキ、本当に好き、スキピスキピ。さあダークプリエ、墓石っていうのも意外といいっすよね。なんか前まではテスラとかでもあったんですけど、やっぱ墓石のこの陸受けの優秀さ、あピョンしてるかわいい。さあダークプリハンターか、なんだろうな、ダークプリハンターわかんないねちょっと、うん。でウォールブレイカーファイスピア待ち投げ毒なんでね、溜まったら投げとけばいいっす。うん。さあスパーキーかな、でもタルーなんだよな。ダクプリミニペのタルー型はレアすぎるな。さあいやマジでわかんないけど、とりあえず飛ばしとく。あれゴーストがぶっ刺さってる。さあ復帰はもうそこそこにいいですからね、こういう両サイド受けるのにね。でさあ飛ばしとく、これ言うのもしかも突進するっすからね、対応しなきゃ相手、うい熱い。でこのミニペッカをゴーストで受けるのはもったいないので、こうやってねもう防衛しながら攻めです。いやこのミニペッカ嫌だな。 OK 範囲でね。でここね、おゴブドリューノまでワンチャン行こうかなと思ったんですけど、さあちょっと一旦守るか、一旦守りの構えで。さあ墓石に打ってくれるはずなんだけど、オーケー、これ残したいね。でダークプリ使ったからゴブドリまで本当に行きたいんですけど、いやー頑張ってる。でも吹き矢がやばいなマジで、復帰はバカじゃないですか。あ、待って、やばい、ガチでやばい、なんだ今のなんだ今のっていう、あんま見ねえよ、あんまどころじゃねえな。これゴブドリ行ってあげたらちょっとうざいと思うんだけどな、これね全部残るから。さあいいんちゃう。でこのハンターぐらいは許容してもいい気がすんな、ぶっちゃけ落ちないんでこんなの無視してもタワー、最後から柳波に集できるっていうね。さあ、あーちょっと嫌なタルっすね。でこういうのもちょっとやばかったらゴブドリ使ってあげてね、言うのもやばいですけど。さあ緊急回避ゴブドリ、いや強っ。さあであと500、もう500なんでね、さすがにこう左サイド落としに行くんですけど、左サイドどんだけ攻めてもやっぱ対応してくるんで、ウォールブレイカーだけは逆サイド飛ばしていいっすね。うん、さあちょっとだけ怖くなってくるけど、まあさすがにこれ相当な事故が起きない限りは大丈夫だと思います。
でも相当な事故が起きるのがやっぱスパーキーなんでね。うん、でも一旦守んなきゃいけないんだね。これ突進使えば処せそう。あ、ゆうの？ゆうのちゃん？さあ、ダクビ使った。もうゴブドリ飛ばしとく。で、この間に2周目の墓石も回る。2周目こんにちは。おい、そしたらゴブドリが入ってるっていうので、まあ、墓石も置き得でしたね。うん、ナイス。さあ、というわけで、僕がね、前期、まあ、愛用してました、パクったね、ラットフォーエバーデッキ、皆さんもね、ぜひ、楽しいので、使ってみてください。よければチャンネル登録もね、お願いします。では、お疲れ様でした。またね。